奥にあるのは、あれは玉座。ここは自分のいた世界にあった聖母と呼ばれる場所によく似ている。聖母、それはどういう場所だったんですか？女神ソティスが眠るセイロス教団にとって最も重要な場所だ。この墓所を守るために大修道院が建てられたほどだ。なるほど、そうだったんですね。でもどうしてそんな場所がここにあるんでしょうか？聖母には聖者セイロスにまつわる伝説があるんだ。かつて彼女は女神から力を授かり、この聖母で啓示を受けたという。いわく民を救い導くため、その力を正しく使えと。それを思えばここへ導かれたのは必然なのかもしれない。どういうことですか？互いの絆をより深めるため、ここで試練に挑んでもらう。つまりベレトと戦えということですね。その通りだ。これまでの旅で得てきた力を正しく使いこなせるかどうか見せてほしい。わかりました。迷いのないいい目だ。それでは行くぞ。はい、全力でお相手させてもらいます。戦いに勝つには広い視野が必要になる。戦場をよく見るんだ。あれは何ですか？あちこちに置いてあるようですが。今から自分があれを破壊していく。君はそれを阻止するんだ。それが試練というわけですね。わかりました。守り抜いてみせます。私の神様。
がないとなるかしら。必ず勝つ。参る。いいね、いいね。次は仲良くしたいな。承知しましたわ。俺の舞台だ。遠慮しないで。手を出そうか。たくましいのだね。おやすみなさい。
こちらから。教授を胸に。
全力を叩きつける。よし、ある限り。上げなければ。安全ではないけれど。
くださいませね。壊してしまいましたね。まだいける。油断はするなよ。君に敬意。
ええ、力はそれを行使する人間によって良くも悪くも形を変える。だからこそ力を制する心が重要なんだ。心ですか。私の心が力に見合うかどうか、ベレト、その目で確かめてください。ほいっと、よっ、よっ、もう恐れない。
まだですよ。手強いですね。教えることはない。なんとか勝てました。この試練をよく乗り越えた。素晴らしい戦いぶりだったよ。ベレトに比べれば私はまだまだです。謙遜する必要はない。身も心も十分に強くなっている。もしそうだとしたら、ベレトがたくさんのことを教えてくれたからですよ。さすが先生ですね。教えたか、それはどうだろう。自分には相手の話を聞くことと踏み出そうとしている背を押してやることしかできない。だからこの成功は今まで様々な選択をしてきたその結果だ。選択の結果、それは少し怖く感じますね。選んだことを後悔はしません。でもいつも正しい道を選び取れるかどうかは分かりませんから。何も心配はいらない。先ほどの試練で心の強さをしっかりと見せてもらった。それに仲間たちもいる。過ちを犯しそうになっても彼らが正してくれるだろう。もちろん自分もそばにいる。ありがとうございます。その言葉心強いです。これからも仲間を信じて歩んでいきます、ベレト。その意気だ。さあ次の場所へ進もうか。なかなかやるな。え？良いですかな？よろしいですか？